言ったじゃない、つまらないよって。僕もああいうの苦手でさ。もち、楽しいよ。まあ全然人いないんだけど。青の学校は何人くらい？それって一学年？多いね。クラス？クラスって何それ。本当都会人多いんだね。あ、聞いてるよ。え、いいよ、青のでしょ。そっか、うん、ありがとう。あの世に迷い込むとかなんとかで。夢じゃないみたいだね、青。ダメだ、何度やってもここに戻ってきちゃう。知らない、歌にはなかったよね。冗談でしょ、ろくな話を聞かないじゃない。あら、まあ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 、よくぞいらっしゃいました。幼いとはいえ、マスラオが二人も。喜ばしいことでございます。ちょっとやめなよ、アオ。話が通じるんだから、話してみるだけいいじゃない。どこに逃げていいかもわからないのに。名は、そうですね。カクリオ村とでもお呼びいただければ。ここはよく人々が迷い込む場所。マロード様もお疲れでしょう。明日、また詳しいことをお話しいたしましょう。さあ、どうぞこちらへ。マロード様専用のお家を用意しております。青様、ひのり様、どうぞこの家をお使いください。悪いですよ、こんな広い家。敬語は不要ですよ。マロード様で、しかもマスラオなのですから。先ほど申し上げた通り、迷われていらっしゃる方がたくさんおりますので、それに、この隔離屋は、とても広いのですよ。森が入り組んで分かりにくくはありますが、あまり遠くに行かなければ探索してみるのも良いでしょう。ああ。ですが明日は、昼からマロード様を歓迎する宴がございますので、その時にはこの家に戻ってきていただければ。それより、電話ありますか？僕らの両親、心配してると思うので。携帯、電波通じなくて。
電話でございますか？いえ、あいにくこの村にそのようなものは。そうですか、青。まあ、そのようなご丁寧な対応、恐れ入ってしまいます。では、また明日、マロード様のお話も、ゆっくりと聞かせてくださいまし。まったく、相変わらずなんだから。でも賛成かな。おやすみ。寝ようか。おはようございます、お二方。おはようございます。今日は説明してもらえるって聞いたんです。聞いたんだけど。ええ、それはもうゆっくりと。時間はいくらでもございますから。まずは、近くにある教養の宴会場にお越しくださいませ。カスカと申します、マロード様。どうぞ犬を呼ぶように、カスカと呼んでくださいまし。だから言ったじゃん。僕たち昔話の帰ってこれない村に来ちゃったんだよ。アニメか何かで。なんだか青と話すと落ち着くな。あ、ありがとう。いただきます。帰ることはできないのに、昔話には残ってることだよね。Thank you.
学校に好きな子とかいなかったの？可愛い子とかいなかった？青が僕とこんな村に二人でいるって知ったら傷つく子とかいるのかなってなんとなく。そうなんだ。Thank you.
え、本当にあった？青が雑誌持って駆け込んできて、針金持って駆けずり回ったことは覚えてるよ。結局お父さんの埋めたタイムカプセルしか見つからなかったけど。お元気な若人ですね。私はここを管理させていただいているミコです。どうぞお入りよ、お客人。行こう。よくぞ参られました。あいにく私はここから離れることができませんので、お迎えもできず失礼いたしました。青様と日和様ですね。お噂はかねがね。はい、彼女たちはある意味でこの村そのものであり、私もまたそうですから。すみません、僕たちに分かるように説明してもらえる？それと、なぜ僕たちのことを知っているの？焦らずとも、一つずつお話ししましょう。まず、この世界から出ることは可能です。年に一度、客人様を招き入れるため、この村は一度だけ現世に開くのです。その時に、あなた方が心底この世界から出たいということを望み、この祭壇に祈れば、その願いは叶うでしょう。いえ、そうですね。正確にはあなた方が村の外にいる人間と同じように成長すること、それが必要です。変わるものというものは、変わらないこの村からすると異物なのです。はい、勉強でも運動でも、あなた方は幸い変わり続ける子供ですから。そうですね、子供というのは放っておけば大人になるものでした。懐かしい、本当に懐かしい。はあ、私にそれを見せてくれますか？いい子、社会を学ぶことも、村の大人たちを知ることも、誰かを助けたり、誰かの話を聞いたり、そう、あなたの隣にいる人を知ることだって。それだけでいいのです。ただし、機会はたった一度です。あなた方がこの世界に馴染みすぎたとき、現世があなた方を拒絶してしまいます。2年、3年といれば、あなた方は決して現世に戻れなくなる。でも1年もなんて、もっと短くする方法はないんですか？残念ながらございません。そしてもう一つ、こちらも重要でございます。もしあなた方が現世に戻れば、あなた方の運命は決して交わらなくなるのです。それはこの村の成り立ちからお話しした方がいいでしょう。昔々あるところに古く偉大な神がおりました。この大地に生命が根付く遥か前から、もしかすると世界が開かれる前から、この大地を見守ってきた神の一柱です。神はひっそりとこの大地に根付き、まどろみの中で人類という高い天と深い海を眼差す存在を愛したのです。そして同時に多くの悲哀を見ました。多くの別れを見ました。昔はずっと多くのつがいが悲恋によって引き裂かれたのです。人々は世界の厳しさを諦めるだけの無力さを持っています。しかし神様は世界の厳しさを否定する力を持っていました。人間という強大な感情に突き動かされて、
神様はこの世界から抜け出し、夢の世界を作り上げたのです。老いも死もない、循環するだけの愛の世界を。だから愛し合う運命であるのに、愛し合ってほしいと神様が思っているのに結ばれない運命、それに抗うため神様は人々を呼び込むのです。幸せな世界を与えてあげるために。このようなところでしょうか。実のところ、この世界は神様の頭に映し出された世界、夢のようなもの。それゆえに村には女しか生まれず、いびつな性常識がはびこり、村の外の森には異形が徘徊し、まぐわらなければ人の形を保てないような病がはびこるのです。よくわかりません。理解などできなくともいいのですよ。神様なんて関わらない方がいいのですから。幸か不幸か、あなた方は見入られてしまいましたが。私は、いえ、ああ、ここに入れるということは、まだお二方が現世に近い印。何か知りたいことがございましたら、いつでもお越しくださいまし。そうです、お気をつけていただきたいことが。青様にも後でお伝えくださいまし。この村には弾痕に神が取り付く病があるのです。失礼しました。弾痕はチンポ、ペニスのことです。いえ、むしろ多少であれば弾痕には力が宿り、いわゆる女泣かせになるでしょう。それはある種の祝福であり、促しでもあるのです。セックスせよという神様からのお告げ。ゆえに定期的に精を吐き出す、つまりチンポ様にメスがご奉仕によって刺激を与え、射精にお導き遊ばすことで進行は抑えられます。ただしそれを怠りすぎると、まずは弾痕が膨れ上がり、メスを狂わせる力を持ち、ここまではいいのですが、やがては同行して尿を作る内臓が精液を作る内臓へと変貌し、性欲を抑えきれなくなり暴走し、
メスを食い荒らし、やがては森に消え、人外になり果てると伺っています。まあ、この村でそのようなことは起こさせません。青様も日和様も、私たちが精一杯おもてなしいたしますから。Thank you.